居合道とは、古武道の抜刀術を現代武道化したものである。主に単独の肩稽古を行い、鞘から刀剣を抜き出し納刀に至るまでの技術を一つの武道としているのは日本特有の文化かもしれない。起源として居合道の源流である居合術は、室町時代末期に林崎仁助重信によって創始されたと言われます。江戸時代以降には無双直伝栄心流、無双神殿流など数多くの流派が生まれました。明治時代、武術復興の機運が高まり、大日本武徳会が結成。1952年、全日本剣道連盟、剣道のみが武徳会後継団体として発足。1954年、全日本居合道連盟が結成。1956年、全日本剣道連盟に居合道部が創設され、いわゆる全剣連居合は、各流派、古流のエッセンスを集め全国統一された型として作られました。これが現在、制定居合として剣道家を中心にしてかなり普及しています。居合道の特徴として、剣術との相違点は、剣術がいわゆる立ち合いから始まるのに対し、居合道は普段の生活、虚に敵と出会う形が想定されている。抜刀術との相違は、主に刀を抜いた状態から試し斬りを行う前者と、居合道では型を中心に鞘から抜きながら切る技術が重視されている。この後もシーズン6居合道入門編ではいろいろな動画をお見せしますが、あくまで一人稽古の一部です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方の入門のきっかけになれば幸いです。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン6、居合道入門編では、居合を始めた頃に感じた、なんだろうに答えています。興味のある方は、よかったら右下のチャンネル登録で、居合道ワールドへ入門してください。動画制作の励みになります。